どこかへ置き忘れた夢恋物語叶わない。そうやって自分に言い聞かせていた。それでも聞こえてくる。このチョコクランチ4期生直樹です。4期の直樹さん。アカペラってボーカルが5人、6人、7人、いろんな構成があるけれども、やっぱり何を一番聞かせたいかっていうところをすごいもっともっと主張して、もっと何を聞いてもらいたいか、なんでこれをやってるのかっていうところをもっと根詰めして詰めて詰めてやっていけると、それが多分お客さんに伝わってきっと感動するんだろうな、感動してもらえるんだろうなというふうにすごい思いました。6期の明田川優美申します。自分の大学時代との比較で気づいたことがあればお願いいたします。そうですね、やっぱり変な話、スマホがみんな主流になってるので、録音をしょっちゅう聞くようになってると思うんですね、皆さん。なのでコーラスの声質のバランスとか、あとはそうですね、テンポキープも多分アプリを使ってこうメトロノームでしっかりやってらっしゃると思うので、そのコーラス の正確さと、あとテンポキープの正確さは私たちの頃に比べたら全然違うなと思いました。すごいなと思いました。突然突き動かす抑えきれない衝動、僕らは新しい光を探しここにいる。重ねた時をいつの日